あれは何か書かれてるわね。野暮用で出かけてくる。例の件は好きにやってみろ、セルゲイ。課長は留守か。あのおっさん、面倒になってとんずらしたんじゃねえだろうな。その可能性は否定できませんね。まあまあ、好きにさせてくれるならそれはそれで助かるじゃない。それでどうする？早速事件に関するミーティングを始めましょうか。ああ、そうだな。それじゃあ早速ミーティングを始めよう。事件に関する情報を一通り整理してみるんだ。発端は5日前の真夜中、サーベルバイパーとテスタメンツのメンバーがそれぞれ何者かに襲われた。場所は旧市街の別の2カ所。ここと、ここに。西の裏通りがテスタメンツのメンバーが襲われた場所で、東のライブハウス前がサーベルバイパーのやつが襲われた場所ってことか。こうして見ると旧市街の反対側同士ですね。ああ、同じ夜に起きてもすぐには分からなかったはずだ。そしてようやく闇討ちがお互いの仕業だと確信して現在に至るというところかな。やっぱり第三者がいたとしか思えねえぜ。どちらかのメンバー全員が口裏を合わせない限りどっちの犯行も不可能だろう。ああ、この段階で2つの犯行を第三者の仕業だと仮定してしまっても構わないと思う。そうね、少しずつ可能性を絞らないと前に進めないし。で、その第三者として上がってきた名前があるわけね。ああ、ルバーチェ商会、クロスベルの裏社会を支配しているというマフィアだ。グレイスさんの情報によれば半月ほど前、その構成員が旧市街で目撃されている。その情報自体の真意を確かめている時間はないけど、まずはルバーチェが2件の傷害事件を起こしたという過程で話を進めてみよう。なると、やはり問題は動機ですか。ああ、それが問題だ。逆に言えば、それが明らかにならない限り推理は振り出しに戻りかねない。動機ね。利害の絡みそうにないマフィアと2組の不良集団、それら3つの点を結ぶ線があるはず。ねえロイド、見当はついているのでしょ？まだ確信があるわけじゃないけど、3つの点を結ぶ線考えられるとしたら、可能性があるとすれば現実的なのはヘイウェイだろう。ああ、あのヒゲ先生が教えてくれた情報か。確かに可能性としては一番ありそうな気がするけど、でもそうだとしたらどんな線になるのかしら。点同士が線で結ばれるのは何らかの必然性となると、英雄絡みで
マフィアが2組の不良集団を襲う必然性があるわけですか。そうか、これなら説明がつくぞ。なんかひらめいたか。必然性の話だよ。ヘイユへのクロスベル進出を受けてルバーチ側がすることといえばなんだ。それは単純に考えれば戦力増強だろう。兵隊の増強と武装の強化、どちらも欲しいところだよな。マフィアなら武装の強化は密貿易で確保できるだろう。だが戦闘員の方はどうだ。そいつは普通に考えたら両兵団を雇うところでしょうけど。ううん、ダメね。クロスベルはいろいろな意味で周辺諸国から注目されすぎている。不戦条約の手前もあるし、両兵団を勝手に動かしたりしたら帝国と共和国が黙っていないわ。それは両者の意を受ける政治家や議員たちにも。あ、ロイドさん、もしかしてその兵隊候補として不良どもをってことかよ。なあ、血の気が多く、しかも統率されている若者たち、この町で運用できる戦力としてはまさにうってつけだろう。しかしどちらのグループにも目障りな存在がいるとしたら。なるほど。あのワジ君は間違ってもマフィアに協力しそうにないし、あのバルドさんもお山の大将で痛いタイプ、とてもマフィアの下で働きそうにはありませんね。そこでお互いを潰し合わせて弱体化したあたりを見計らって一気に取り込みにかかる。なるほど、そういう筋書きかよ。あくまで可能性の一つさ。現時点である情報を一つずつ組み立てた場合のね。またまた謙遜するなっての。うん、私もかなり的を射ていると思うわ。推理には無理がないし、状況的な説得力もあるもの。伊達に捜査官の資格を持ってはいませんね。ありがとう。それでさ、この推理あの二人にも伝えた方がいいと思わないか。あの二人って。おいおい、まさか。そう、バルド・バレスにワジ・ヘミスフィア、サーベル・バイバーとテスタメンツのヘッドたちさ。駅前通りの外れにある資材置き場だったが、しかし通信で呼び出したかと思えばこの警察のガキどもが。一体何様のつもりだ。最終列車ってところじゃない。ワジ。やあ、こんばんは、バルド。なかなかいい夜だね。月が濡れたように輝いているよ。てめえ。そうか、そういうことだったのか。警察のガキどもをかたって俺をはめたってことかよ。そういうことなら話は早い。怠慢なら望むところだ。ここでケリをつけてやろう。僕としては
それでも依存はないけれど、あいにく僕も君と同じくこの場に招待されたゲストでね。何？ほら、来たみたいだよ。てめえら。すまない二人とも、待たせてしまったみたいだな。お招きに預かり光栄至極。約束通り、さぞ面白い話を聞かせてくれるんだろうね。面白いかどうかはともかく、興味深い話ではあると思う。早速聞いてくれるか。ちょっと待ちやがれ。面白い話だ。一体何を言ってやがる。バカだな君は。5日前の夜、旧市街で起こった2件の傷害事件、その真犯人の目星がついたって話に決まってるじゃないか。何？驚いた。あなたの方も疑っていたようですね。まあ僕も最初はメンバーの勝手な暴走かと思ってたんだけど、よくよく状況を整理してみると、どう考えても不自然じゃないか。バイパー側にしてもそれは同じ。まあ僕の推理はそこで止まっちゃってるけどね。そうか、だったら話は早そうだ。バルド・ヴァレス、いろいろと不審なことはあるかもしれないけど、まずは一旦こちらの話を最後まで聞いてくれないか。手短に話せ。もしくだらねえ話だったら、その頭をかち割ってやるからな。これが現時点での情報を組み立ててみた推理だ。率直な感想を聞かせてほしい。やれやれ、参ったね。まさかマフィアなんかにそこまでコケにされてたとは。それじゃあ今の話納得してくれたのかしら。納得も何も、前にルバーチェの使いが僕たちのところに来てるからね。いい目を見させてやるから、うちの下で働かないかってね。もちろん鼻で笑って追い返してやったけどさ。そうだったのか。決まりだな。バルド、君のところはどうだい。やっぱりマフィアの勧誘があったんじゃないの。ああ、一月くらい前にな。あまりに舐めた話だったから、脅しつけて叩き出してやったが、まさかここまで舐めた真似をしてくれるとはな。ラジー、てめえとの決着は延期だ。マフィアだろうと関係ねえ。まとめて叩き潰してやら。ちょっと沸点低すぎです。落ち着いてくれ。下手にそんなことをしたら本当バカだな。何？マフィア相手に喧嘩して勝ち目があるわけないだろ。下手に乗り込んだところで蜂の巣にされるのがオチだろうね。せえ、やってみなきゃ分からねえだろ。あのね、君はいいとしても、君の可愛い舎弟たちまでそれに巻き込むつもりかい？なら、てめえはどうなんだ。ここまでコケにされて、仲間をやられたままでおめおめと引き下がれんのか。そんなわけないだろう。今回の件、関わってるのは
マフィアでもごく一部のはずだ。ならそいつらにのみ落とし前をつけさせればいい。報復もできないくらいきっちりと筋を通した上でね。バルド、君にも協力してもらうよ。お前、ちょっと待ってくれ。何をするつもりだ。あんまり不穏なことは。ああ、心配しなくても君たちにも手伝ってもらうから。な、君たちの任務は旧市街での事件を解決すること。だったらマフィアが今後僕たちに余計な手出しをしないよう言い含めてやる必要がある。どう？違うかい？それはどういうこと？よくわかりませんが。なんかロイドのやつ取って食われそうだな。あんな面白い推理をわざわざ披露してくれたんだ。責任を取って最後まで付き合ってもらうよ。3日が過ぎた。一触即発だった不良たちの争いは、それから一度旧市街は不自然なほど平穏な雰囲気を取り戻していた。そしてち、静かなもんだな。あそこまで仕込んだのにどうして潰し合いが始まらない。最後の一押しが足りんだけさ。導火線に火がつけば勝手に潰し合いが始まるだろう。バイパーとテスタモンス、どっちのガキでもいい。目についたやつをやるぞ。くれぐれも姿を見られるなよ。バイパーならスリングショット、テスタメンツなら背後から一撃だ。ああ狩りの始まりだ。ウサギを一匹っと。あっさりかかってくれた。時間はない。とっとと痛めつけるぞ。ただし殺さない程度に。悪く思うなよ。させるか。何？まったく、まさかここまで見事に引っかかってくれるとはね。こいつ現行犯逮捕と行きたいところだけど、微妙におとり捜索最初に今回は観念するしかないから。まさか。警察の人間か。彼はあくまで助っ人さ。
当に引っかかるとはな。なかなかの意味ですね。ロイド、大丈夫？なあ、無傷だよ。念のため防護クッションを頭巾に仕込んでおいて助かった。まさか俺たちの存在を嗅ぎつけられていたとは。さてと、どうする？お兄さんたち、この場で投稿するなら多めに見てもいいけど、それとも今度はあんたたちが駆られてみる？二手に分かれるぞ。待て、二人ついてきて。おい、ロイド、どうするの？ティオ、来てくれ。エリーとランにはもう一組の方を頼む。了解です。分かったわ。くそ、まさか腰抜けの警察が出張ってきてるとは。こうなったら一旦戻って応援を。待て、知ったり若頭にでも知られちまったら。まあいい、とにかく俺たちだけでも先に。どこに行くんだ？なあ、いつの間に。こっちは次だな。ええ、あとはロイドたちの方ね。仕方ない、抜け道を使うぞ。ご苦労様。いつの間に。くそ、下だ。ここまでだ。飛んで火に入る夏の虫ですね。鬼ごっこは終わりだよ。そろそろ観念したかい？ガキどもがいい気になりやがって。俺たちプロを本気にさせたことをせいぜい後悔させてやる。どうやら一戦交える必要がありそうだね。君たちの縁も期待してもいいのかな？そっちこそ足手まといになるなよ。来ます。僕の番か。さあ、行くぞ。ダータイガーチャージ。行くよ。行きます。
させてくれ。さてと、ドライブ開始。僕の番か。僕の番か。俺の番だな。セッティン。はい。さてと。行きます。ガキどもが。さすがに手強かったな。使っていた銃は帝国製の軍用拳銃ですね。しかも最新のモデルかと。密貿易で扱っている武器の一部ってところかな。それにしても君の演技もなかなかだったね。あの倒れ方、どうに言ってたじゃない。あんな作戦を伝えられたら協力しないわけにいかないだろう。おとりなんて役目、他の誰かにやらせるわけにもいかないしな。でもそれで危険なおとり役を買って出るのはどうかと。ちょっと人よしすぎです。そうか。そんなお人よしじゃこの先大変だと思うけどね。まあそういうタイプは個人的には嫌いじゃないかな。え、ともかくこれで落とし前をつけることができそうだ。君たちの協力に感謝するよ。ガキどもが調子に乗りやがって。やっちまったな、ガキども。俺たちルバーチェを本気で怒らせちまうとはな。警察のガキどもも同じだ。こっちには偉い議員先生もいる。ただで済むと思うね。こいつら。うわ、どうやらお仕置きが足りなかったみてえだな。全員サンドバッグみたいに吊るして血だるまにしてもいいんだぜ。待ってくれ、さすがにそれは。まあまあ、ここは僕たちに任せてよ。バルド、あまりやりすぎはよくない。
このお兄さんたちだってプロだ。あまりメンツを潰しちゃったらなりふり構わなくなるんじゃない？お兄さんたちだって表沙汰にはしたくないだろ。僕たちガキども相手にプロがちょっかいかけた挙句に返り討ちにあったなんて、みっともなくて上には報告できないよね。ふざけろ。その気になればいくらでも。いやー、さすがにここが引き時じゃないかしら。グレイスさん、どうしてここに？実はこの数日君たちの動きに注目してたのよ。そしたら予想通りいろいろやらかしてくれるじゃない。いやー、なかなか面白い記事が書けそうだわ。てめえ雑誌社ごときがルバーチ相手に。うちもいろいろあるから名前は出せないと思うけどね。でもこれ以上みっともない真似をしたらどうなるかわからないわね。いいだろう、この場は引いてやる。だがもし約束を破ったら。はいはい、分かったわ。あなたたちこそこれで手打ちっていう約束はちゃんと守りなさいね。これ以上一線を越えたら遊撃士が出張ってくるかもよ。なあ、実はこの件アリオスさんが介入するつもりだったらしいの。でも多忙だったらしいし、あなたたちが先に介入してたから今回は譲ってあげたんですって。そんなまた手のひらの上ってかみたいですね。バカバカしい。アリオス・マクレイン相手にこんなケチなことをやってられるか。これ以上この薄汚い場所に用はねえ。引き上げるぞ。やれやれ、風の牽制アリオスか。噂だけは聞いてるけど、あそこまで効果てきめんとはね。気に食わねえな。まあいい、今回の件はこれで終わりだ。お前ら引き上げるぞ。オス。君たちもお疲れ様。これにて任務無事完了かい？ああそうだな。もともとは君たちの喧嘩を止めるのが任務だったけど、今後はもうお互い争わなくて済むだろ。え、何言ってるの？マフィアが絡んでいようがいまいが、バイパーとの関係は変わらん。お互い目障りというのは変わるわけではないかな。全員揃っての潰し合いはさすがにやらないだろうけど、普通の喧嘩や小競り合いはこれからも続けていくだろうね。待ってくれ。大ごとにしたくなければまた介入してきたらどうだい。なんだったら
そのまま喧嘩に参加してくれてもいい。君たちなら大歓迎さ。あんまり冗談には聞こえないんだけど。それではいい夢を。行くよ。聖戦終了。撤収する。やあ。ですね。まあ血の気の多い連中だし、喧嘩くらいは仕方ないかもな。そうみたいね。まあ今回の件に関しては解決でいいんじゃないかしらね、ロイド。ああそうだな。ちょっとばかりすっきりしない気分だけど。自分たちの力だけで解決できた気にはなれない。そんな気分ってところかしら。え、小さいわね。必要とあらばためらわずに他人の力も借りて、より大きな真実をつかみ取る。それができてこそ一人前の捜査官じゃないの。あなたのお兄さんみたいな。なさてと、お姉さんも撤退しようかな。そろそろ肌の年齢が気になる年頃なのよね。それじゃおやすみなさい。お前の兄貴、結構知られてるみたいだな。なんだかとっても優秀な人だったみたいね。推しの強さと行動力だけはピカイチだったみたいだしね。任務完了だ。進化に戻ってセルゲイ課長に報告しよう。話は分かった。ま、新人にしたらこんなもんだろう。次、似たような事件がありゃもう少しうまく裁けるはずだ。はい。結構厳しい。しかし今回の一件でお前らにも見えてきただろう。このクロスベルって場所の厄介な側面が。それは、まあ確かにちょいと面倒くさい場所みたいだな。さまざまな暗部やしがらみ、大人の事情の温床って感じです。そうね。警察本部の連中だって決して無能ってわけじゃない。賄賂を受け取ってるようなバカ野郎もいるみたいだが、多くの捜査官はそこそこ優秀で自分なりの正義感を持ってる連中だ。だが有形無形の壁がある。マフィアの利権とつながっている議員や役人どもとかな。どうだロイド、警察辞めて遊撃士にでも転職したくなってきたか。いえ、そんな事情があっての特務支援課でしょ。ほう。人を守る遊撃士の理念は確かに素晴らしいけど、それだけじゃ解決できない問題もある。密貿易に違法な武器取引、盗品売買にミラロンダリング、そしてマフィアと政治家の癒着、どれも遊撃士が直接的には介入できない問題です。確かに。支えることの力にも限界はあるということですか。でも警察なら本来それが可能なはずです。
現実としてさまざまな壁が立ちふさがっていたとしても、そうした壁を突破できる可能性はゼロじゃないはずだ。なるほど、ここならその可能性を見出せるかもしれない。つまりそういうことね。ああ、ちょっと楽天的すぎるかな。現実はそこまで甘くないと思いますけど、ただどんな可能性もゼロではないのは確かです。やれやれ、不良のヘッドと対面を張ったり、危険なおとり役を買って出たり、真面目でおとなしそうな面して大した熱血野郎だぜ。別に熱血ってわけじゃないと思うけど、でも今回みんなと一緒に仕事をしてて改めて思った。お互いまだまだ未熟なところはあるだろうけど、このメンバーだったらどんな壁も力を合わせて乗り越えていけそうだってね。ロイド。なんつうか臭すぎです。そんな笑わなくても。さすがに夢見すぎですか。ま、いいんじゃねえか。特務支援課が設立されたのはいろいろなしがらみによるもんだが、その場所をどう利用するかはお前たちの自由っちゃ自由だ。な、俺は直接お前たちに力を貸すことはないだろうが、やりすぎちまってもお偉いさんに睨まれないよう煙に巻くくらいはしてやるよ。課長。要するに放任主義ですか。たく、話が分かるんだかいい加減なだけなんだか。というよりただ面倒なだけでは。ま、ずるい大人だからな。特務支援課が単なる遊撃士のパクリで終わるか、それとも新たな可能性を見出すことができるのか。俺はタバコでもふかしながらせいぜい眺めさせてもらうぜ。はい、お疲れ様でした。さすが皆さんです。さすが皆さんです。